高松茶臼山古墳は、香川県高松市、前田西町、新田町、東山崎町にある古墳。形状は、前方公園墳。香川県指定史跡に指定されている。香川県中部、高松平野東部の、久米山から東に伸びる東茶臼山丘陵場に、築造された古墳である。1969年に発掘調査が実施されている。 噴景は前方五円形で前方部を北東方向に向ける。噴景は地山成形の上に森土で構築されており、噴景長は75メートルを測る。噴景表面では吹石のほか、埴輪が認められる。主体部の埋葬施設は公園部噴長における縦穴式石室2基で、いずれも石室主軸を東西方向とする。発掘調査では両石室から クワガ大使をはじめとする副葬品が検出されている。この高松茶臼山古墳は古墳時代前期の4世紀末頃の築造と推定される。前方後円墳、長大な縦穴式石室、先竹形木管の使用、クワガ大使の湿度の点で、機内適応層の強い古墳であり、高松平野西部における、在地色の強い石石塚古墳群である。 岩瀬尾山古墳群との間で、高松平野における政治的状況を及び機内、山東県との関係性を考察する上で、重要視される古墳になる。古墳域は1970年に、香川県指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り、公園部墳町左に1号石室、右奥に2号石室。 主体部の埋葬施設としては、公園部分庁において2基の縦穴式石室が構築されている。いずれも、石室主軸を東西方向とする。それぞれの詳細は次の通り。多くの点で機内色の強い高松茶臼山古墳で、あるが、石室主軸を東西方向とする点では、在地色を示す。その他、前方部で、組合式箱型石棺2基、前方部丹部裾で、 組合式箱型石棺2機、土工墓2機が認められている。発掘調査で石室内から検出された副装品は次の通り。桑形市の湿度は香川県内では唯一の例になる。なお、前方部の埋葬施設からは副装品は検出されていない。ありがとうございます。